掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ3月の10日火曜日、はい、3月10日火曜日 March 10th Tuesday。 大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、秋さん大丈夫ですか？はい、3月の10日佐藤の日、佐藤さんじゃなくて、シュガーの日、シュガーの日、佐藤の日、はい、ね、佐藤の日、3月10日で佐藤、さあ糖で10、はい、の日、ね、佐藤の語呂合わせ、佐藤の日、Sugar、はい、なんか佐藤ネタございますか？佐藤ネタね、スイーツ話しときますか？佐藤、私天才糖って使ってるんですよ。天才糖って何？頭いい、頭いい佐藤なわけない、ブーボタンない、天才糖、天才お砂糖の中で天才糖、トウモロコシ、キビちゃうな、なんだろう、なんていうの、おじゃがいもみたいなの、なんかそういう、じゃがいもなの、じゃがいもなんだろう、なんだろう、そういうのから、砂糖キビからできたりとかね、いろいろあるけど、天才糖っていうのを使ってます。砂糖のもいっぱいいろいろあるね、あの茶色いコーヒーに入れる砂糖だったりとか、和三盆ね、砂糖にもいろいろありますけど、黒糖はまた違う、黒糖もあるし、普通にお料理で使う砂糖と、あと何ていうんですか、グラニュー糖とかもね、あれ何やったっけな、グラニュー糖ってなんかちょっとスーパーで売ってるの、何は普通の砂糖って書いてある、三なんとか糖、何やったかな、三さ、普通のこの、あ、それはいうやつ、だそれは和三盆越したことないやん、いわゆるちょっと天才もちょっと茶色っぽいんですよ、普通の真っ白なグラニュー糖で、商品名なんか3ってグラニュー糖、グラニュー糖やと思う、3っていう字を使った商品名、3っていう字を使った商品名、味覚さん違うな、3っていう字を使って、普通の砂糖、3って数字の3ね、有名な商品あるよ、お砂糖で3、なんでしょう、有名な、あ、これ三温糖ですか、そうでもこれスーパー昔から売ってるやつね、三温糖だそうです、三温糖いうのが普通に真っ白な砂糖、いわゆるグラニュー糖の一つやと思うねんけど、はい、あ、上白糖かな、上白糖は普通にそうですね、ほな三温糖はどんなやつ売ってみて、三温糖は、三温糖は遠心分離した糖液をさらに繰り返し煮詰めて結晶として取り出した日本特有の砂糖、だそうです、グラニュー糖でもないってこと、あ、そうね、普通の上白糖、あ、もう三温糖いう砂糖があるってこと、そういう、ね、種類の日本独特の工法で作った砂糖があるってこと、ね、上白糖と白い砂糖と同じ生糖、精製糖の一種ですよって書いてありますね、あの一時スーパー行ったら三温糖どっさーっと置いてあるよ、ああそう、だからいい砂糖かそうでない砂糖か天然のものかどうかは知らんけど、三温糖の砂糖ってその袋に入ってね、今のスプーンのマークあったでしょ、あれどこ行った、スプーン印ね、今のその絵あったでしょ、写真どこ行った、写真ありますか、あ、これね、スプーンマーク、これがどっさーっと、ね、あの大量にスーパーに並んでることあるよ、はい、ああそうですか、はい、昔からね、ね、欲しいか欲しくないか、買ったか買ってないかじゃなくて、めっちゃ目につく、角砂糖もありませんね、あるあると思うよ、ね、それは ね、はい、ということで砂糖の日、今日は砂糖の日、シュガーですね、はい、続きまして、はい、ミントの日、ミントの日、はい、カレボーフーズが2000年に制定、ミントのミーデさん、ウントのトウのトウでミント語呂合わせ、ミント全部語呂合わせ、3月10日 in Japanese today is a 3月10日3トウ、はい、そうでもミントって何ですの、ミントって何、ハーブみたいなもん、そうね、そう、葉っぱ、歯磨き、あ、歯磨きとかガムの味にあるか、ミントって、そう、ミントってミントガムってあるもんね、はい、はい、日本語で言うとは何やろ、ハッカ、ちょっと違うかな、ミント、スペアミントのことですよね、ミント調べてもらっていいですか、ミントの日です、ミントの日、ミントって日本語でなんて言うの、だからミントって調べてなんでしょうね、ハッカとちょっと似てるかな、ミント、もう続けときましょうか、サボテンの日、はい、ミント出てきたら言ってください、サボテンの日、
ミントはミントですね。ミントミントとはミントとはシソ科でして、シソ科ハッカ属の総称。はい、 OK です。じゃあ続きます。ミント、はい、ミント、あと、あ、うん、同じスペルですけど、英語でミント MINT は造幣局ね、うん、あ、造幣局ね、造幣局の英語表記はミント、そうです、 MINT。 こんな葉っぱのミントのスペルは同じです、同じ。あ、葉っぱのミントでも MINT なの？はい、同じなのでミント同じ、はい、全く一緒です。賢くなりました、はい、さあ次はサボテンの日、今言いましたよ。サボテンの日は何ですか、はい、でこれまたサボテンのさとサボテン、はい、今度は天ときました。今度それ英語で天で十。サボ天。サンボ天。天 means also 天。はい、語呂合わせ。だからサボ天もミントも砂糖の日もみんな語呂合わせから来ております。カクタスね、カクタス。え、どういうこと？あ、サボ天、カクタス。英語でカクタス言うの？カクタス、カクタス、サボ天 means。サボ天の葉じゃなくて、アロエの葉を蜂に刺されたら塗る？アロエの葉っぱ？葉っぱ。汁？つける？あれ？サボテンは、サボテンからもお砂糖って取れるんですけど、あ、そう、まあ、アガベシロップっていう名前で、アガベシロップっていうんですけど、まあ、それも結構そうですね、健康なんかこう意識美意識高い人とかはアガベシロップを飲んでる。サボテン吸ったら甘いんやろ。吸ったことない。サボテンってサトウキビ吸ったら甘いでしょ。ちょっと噛んだらちょっと汁出てくるんじゃん。汁いうか、あの、砂糖の原料の味がするとして、サボテン甘いよ。いや、サボテン、なんていうの、トゲっていう、なんていうの、針があるからね、はい、サボテンね、うん、だからどう、でもトゲがあるけど中身でしょ。あ、そうそう、もちろん中身や、水分があるところでしょ、ね、中身でしょ、うん、まあでもその暑い国にあるか、結構やっぱりいいお砂糖、やっぱり暑いところのお砂糖ってそうな、なんかあるのかな、そういうことなんかね、植物の ね、うん、ね、まあだから長生きいうか生息、繁殖かどうか分からんけど、結構頑張って生き抜いてはるわけでしょ、うん、サボテンも、ね、だからまあ赤べしろぶというとこは少ないけれども、うん、貴重品じゃ見たことない、うん、マミちゃんが三温糖しないように、ただ三温糖は子供の頃からスーパーに普通並んでんでね、買ったか買ってないかじゃないで、うん、グラニュー糖が好きか嫌いか、使ってる使って、うん、私は天才糖ですねっていうことじゃなくて、まあ、今日明日明後日でもいいで、また行ってみて、うん、三温糖、あのスプーンのマークの、あれはもうめっちゃ大量に置いてあるわけなのね、目につくわけね、まあ、でもサトウキビからね、できてるんね、うん、それは幅ね、スーパーの陳列の幅のスペースの話、うん、でもサボテンのそのアガベシロップは見たことない、気にしたことないのもあるけど、ハチミツとかと同じ感じで、うん、料理コーナーの、あ、料理じゃあ、あの、そういうケーキのコーナーってなんていうやつだ、成果コーナーとかにあるから、いや、蜂蜜とかと置いてるところ一緒、まあ、ジャムとか、あ、どうかな、成果コーナーの方っぽくない、それならね、アガベシロップよかったら、そう、アガペ、アガベ、アガベ、あ、じゃあ調べ、アガベ、アカペ、はい、調べてください、一気に調べてくださいね、はい、調べてる間にやっときますけどいいですか、はい、松田聖子さんお誕生日、はい、おめでとう、ハッピーバースデー、どっちってアガベ、ベ、アガベなのね、はい、AGAVE ですね、アガベシロップ、うん、はい、で松田聖子さんはどうなりました、松田聖子さん、ハッピーバースデー、It's a birthday ですね、アガベさんはいいですよ、なんか読むことありましたら読んでもらってもいいし、松田聖子さん話しますよ、アガベシロップとは、うん、リュウゼツランかアガベ族のテキーラリュウゼツラン、アガベサルミアの、すごいですね、サボテンちゃうやん、アガベの樹液で甘味料って書いてあります、アガベ自体がサボテンに似てるってこと、そうですね、こういうのって言ってもわからない、そうですね、こういうブルーアガベでもサボテンの一種やと思います、アガベ、そういうことにしときましょう、はい、というのがあります、アガベシロップ、はい、マミちゃんがもう次に切り替えられないで言っときますけど、はい、松田聖子さんお誕生日、ハッピーブルーデー、はい、ということで松田聖子さん話得意のやつやってください、聖子ちゃんカットってそっちかい、よく言われてて、デビュー当時の聖子ちゃんの髪型を真似る人がすごいいたらしい、うん、いや、いたらしいっていうか、いたよね、言いましたよね、聖子ちゃんカットにしてみんなだから、松本のり子もしてたよ、
聖子ちゃんカットにし て、うん、今でもその聖子ちゃんカットって多分分からないんじゃないかな。分からへん、どうかな、美容師さんって若いから、まあ、竹の子族とかそんなのも含めて、うん、歴史上の言葉として、うん、歴史上とか言わへんかもしれない、まあ、一つの芸能史として、うん、勉強してたり知ってる子は知ってる、ね、あ、そうかもしれないね。だって松尾聖子さんは現役でまだ歌ってるんでしょ、ね、でもすごくない、その自分の髪型をみんなに真似する。あ、だからチェッカーズの前髪とか、あ、そういうのとかね、それからあの時代をね、ビートルズだってそうでしょ。あ、そうか、そうか、そういうのとか、マシュマロか、マッシュルーム、マッシュルームカット、そう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 、とかね。ほんで松田聖子さんのあの話してくれへんの、あのもうさっき言うとこか、サイン話、すごい、あ、すごい昔ね、うんうんうん、あの大阪の某ホテルにいたら松田聖子さんいらっしゃって、うんうん、まあ、もしかしたら大阪城ホールでコンサートした前後かもしれないみたいなことね、ないけどね、うん、そういらっしゃって、うん、でうちの、うん、そうですね、ご親戚ですか、身内がね、うん、ちょうど、はい、妊婦だったんですけど、はい、聖子ちゃんのファンで、まあ、前日にもちろんその大阪城ホールのコンサート行ってたんですけど、うん、前日行ってたよ、うん、行ってたんですけど、うん、あ、サインしてほしいと思って行ったら、うん、最初マネージャーさんは断ら、マネージャーさんには断られたんですよ、うん、あの、まあ、プライベートですって言って、うん、でもあのまた後で聖子ちゃん自身がいいですよって言って、言ってくれはって、うん、サインいただいたんです。何にサインいただいたんですか。母子手帳。母子手帳ね、それがいい、そこがいい。ほんであるでしょ、その母子手帳の、子は もちろん今生まれてはるわけでしょ。あ、そう、ね、生まれて、いくつになったかはあえて言わなくていいですけど、ね、そうそうね、ほんでそこに、うん、あの子ってね、さやかちゃんもおった。あ、その時はいない。あ、その時はいなかった、ね、いないですけど、それはマネージャーさんと生徒さん、ね、そうです、そうです、ね、よくでもその同じ、うん、そうホテルの会場にはよく、うん、あの聖子ちゃんのお母さんと娘さんとはよくいらっしゃってますね。よく何回かお会いし、2回ぐらいお会いしてるような気がします、はい、なるほど、はい、聖子ちゃんのお母さん亡くなったんちゃう。あ、そうですか、ね、あ、なんせ神田正輝さんのお母さんは亡くなったよ。あ、そうです、はい、続きます、ありがとうございました、はい、母子手帳に聖子ちゃんはサインをしてくれました。そうなんですよ、ね、すごい、本当に綺麗です、本当に、ね、うん、秋もあの多分大阪城ホールか、うんうん、神戸国際かどっちか分からんけど、うん、聖子ちゃん の、うん、あのコンサート行ったことあります、うんうんうん、結構あの有名な曲歌ってくれるよ、うん、あ、有名な曲で代表曲いっぱい歌ってくれるよ、普通にすすって歩いてる時も結構ファンの人がね、うん、わーって寄っていたんですけど、すごいファンサービス良かったです。あ、そうそうそう、うん、マネージャーさんとかやっぱりこうわーって止めてはった、まあ、それが仕事や ね止めてはったんですけど、ご本人さんはすごい時間ゆっくりこうなんかそんなささーっていく感じでもなく、へー、うん、すごいすごい、マネージャーさんはまあまあ、ね、プライベートでね、その守るあの仕事やけど、本人さんはなかなか神対応していただいた、うん、今の言葉で言うね、うん、していただいたということで、続きまして杉浦太陽君お誕生日、はい、ハッピーブレッデー、あ、まあ、ちゃん分かる、辻ちゃんの旦那さんね、もう僕の中ではウルトラマンコスモスの方なんですけどね、はい、お二人でなんかダンスの YouTube なんかいろいろ出してはる感じですよね、なんかまあまあ、辻ちゃんはもう、ママブログとしても有名です、まあ、頑張って夫婦としてもね、おしどり、コマーシャルなんか出てはりました、あ、やってはったかもしれない、ね、洗剤とかなんかでやってる可能性あるね、ご夫婦ね、うん、ちょっと今これも調べなくていいです、杉浦さんと辻さんね、辻さん、はい、ご夫婦の、はい、今日は杉浦太陽君の誕生日です。杉浦太陽って太陽の太陽、太陽の太陽です、もうそのままですよ、太陽です、昔阪神のピッチャーにもなんとか太陽さんとおったって、ちょっと名字でできへんかあれですけど、はい、じゃあ続きまして、はい、新幹線の岡山博多間が開業したのが昭和50年1975年のことでした。だからね、オリンピックの年にね、東京大阪間はできてるわけよ、だから昭和30オリンピックって前の東京オリンピックで昭和34年ぐらいかな、あーでしたか、万博が45年やからね、なのに昭和50年まで岡山博多間は開業しないってことやんか、結構かかってんねんね、山陽新幹線、新幹線ね、逆に言うと岡山まではできてたんかもしれない、あ、そうか、うん、ね、大阪から、新神戸あって、うん、西明石、姫路とかなんかあるやん、はい、で、相生岡山とか、ね、うん、新幹線あるんですよ、西の方はね、まみ、うん、ちゃんは新幹線で博多までは行ったことあるの？あります、 あるのね、はい、あるのねっていうか、ありますね、はい、じゃあ、はいね、僕は岡山駅まで新幹線に降りてましたよ、あの急ぎの時ね、うんうんうん、どこからって ね、あの姫路岡山間を急ぎで新幹線でね移動してたことがありました、2駅ですけどね、あ、そうかそうか、うん、
岡山、愛宵、姫路って2人で、ね、岡山はやっぱりそうね、よくやっぱり新幹線で行くと近いから結構行く人いますよね。あ、そうそうそう、うん、あの大阪の人結構行ってるよ、ね、ちょっと岡山行ってきました、うん、せやね、ピューやね、ピューやね、ほんまに、ね、で岡山から変な話、うん、鳥取上がるのも、うん、それこそ姫路から鳥取上がるのも、うん、なかなか新幹線だから2時間半かかるんですよ、うん、岡山なんかもうそれこそ40分に行くはずやからね、うん、新幹線やったらね1時間かからないと思うんですよ、うん、はい、ということで今日は佐渡の日、佐渡の日、佐渡の日、またね、佐藤じゃなくて佐渡 ね、 ね、さっき言ってありますけど佐渡観光協会が1998年に制定、うん、まさに佐渡の佐、銅は今回は銅ね、銅 で10 ね、 3月さっきはサボテンは天で10 ね、 ね、ミントは糖で10 ね、 ね、砂糖は糖で10 ね、 ね、今度は銅で10でございますよ、ね、佐渡の日、佐渡って言ったら新潟県の佐渡島のことやと思うねんけどね、思うねんけど、はい、マミちゃんは新潟県に行ったことありますか、佐渡島行ったことありますか。新潟県も佐渡も行ったことないですね。ないですな、うん、ないです、ね、マーキーも同じくないんですわ。あんまり北上せえへんねん、マーキーな。俺の最北端聞いて。最北端どこですか。千葉のディズニーランド。ああ、そうそれ以上行ったことない。北海道もない。ないない。あ、群馬行ってるかな、群馬の方がちょっと、群馬で仕事1個したかな、わかんない。あ、でもまあでもその辺り、なぜ行ったことない。一番北、まみちゃんの最北端は北海道。いや、あれでしょう、イギリスじゃん。イギリスの方が、まあ、日本ででしょうね。あ、日本で、ね、引っかからんかったけどね、引っかからんかったけど、あれどっちやろうな、井戸で言うたら北海道、井戸で言うたら北海道とイギリス多分同じぐらいだったと思うんですけど、ね、じゃあ北海道にしましょうか、うん、北極とかはないですか。ないですね。はい、ということで続きまして、何分、あとあと6分ぐらい、はい、持つかな、大丈夫かな、はい、水戸の日、あ、またもうすごいね、3月10日はね、また水戸は場所ですか、水戸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 やと思う、あの水戸なんとの水戸やと思うわ。ああ、水戸、はい、はい、水戸の実は、実が3月の3、東が10、はい、ね、水戸の語呂合わせ、あ、3と10の語呂合わせから水戸っていうのはね、多分、多分茨城県水戸市の、うん、あの水戸なんとのとこだと思うよ、ね、うんうん、ちょっとだけ時間にしてるから、僕ね、水戸の子が、水戸出身の子が、うん、お店をスルー言うて、うん、店の名前は言うたらあかんから、水戸のほんとかべーっていう名前の、まあ、お店をスルー言うて、うん、なんか大皿かなんかを、まあ、お祝いにね、うん、新装開店お祝いに、まあ、あげて、まあ、もちろん名刺とかそういうの僕に作らせてもらったからなんですけど、うん、そしたら僕なんと嫌いやったんですよ、うん、それまで食べたことほぼなかったんですけど、うん、そのお皿のお返しが、うん、あのまさに水戸名物、納豆なんですけど、藁に入った、藁に包まれた、もう本格的な納豆やって、でそれをえらい洋さんもらったから、うん、これ食べなやばいな思って、うん、頑張って食べたらめっちゃうまかって、うん、え、納豆ってこんなうまいっていう状態になって、でそれから普通にあのパックのスーパーで売ってる納豆も食べれるようになったんですよ。納豆 means a fermented beans. 大阪の人ね、意外となったらあかんからね。 Mito is very popular for 納豆。びっくりした。うん、あのいわゆる発酵熟成されたね。まあ美味しかった。びっくりする納豆をいただいた。マミちゃんだって、tasty、あの from Mito 納豆食べず嫌いでしょ。そうですね、食べれない。食べれない。だって、はい、ね、なんか関西で食べれない人多いもんね。うんうん、だけど、だから僕もそれまでね、だからもう15年以上前やと思うけど、うん、初めて食したのが、うん、ほんまに。藁から出てくるんで、藁に包まれてる、絵では見たことあるでしょ、なんか写真かなんかで見たことあるでしょ、ね、うんうん、ね、普段スーパーで売ってるのは、関西で売ってるのはあの、うん、ね、パックに入ったやつやけど、うんうんうん、ほんまにあの藁いうか、藁でいいかな、うん、ね、あの藁吹き屋根の藁がすごい包まれてて、すごいよ、びっくりするよ、うん、はあ、本場は違うわ、思いました、うん、はい、ということで、チーズも同じね。あ、そう、でもね、発酵食やからね、チーズも苦手やけど、ね、すっごい高級なチーズ食べれることはあります、うん、ワインと一緒に、ね、はい、ということで、公式行事がほぼ済みましたが、あと一つだけ、うん、今日は何の日っていうわけじゃないけど、こんなことがありました、3月10日こんなことがありました、2009年3月10日に、2009年3月10日のことでした、うん、1985年昭和60年の、阪神タイガースが優勝した時に、道頓堀川に投棄されたあの
メーカーのあの人形さん、わ、うん、かりますか、わ、うん、かる、まみちゃん、うん、KFC ですよ、うん、ケンタッキーフライドチキンのあの名物おじさん、うん、はい、サンダースさん、はい、カーネル・サンダース人形が24年ぶりに再発見された日、2009年3月10日のことでした、ね、カーネル・サンダースの呪いとも呼ばれてね、それから阪神は未だに優勝できてないんです、ね、発見される前の2003年と2005年はね、阪神優勝してるんですけど、リーグ優勝してるんですけど、はい、もう1985年以来日本一になったことないですしね、カーネル・サンダースの呪いです、呪い、ね、まあ、呪いなのかどうかから、まあでも再発見、要するに見つかったことすごいけどね、24年ぶり見つかって、でもその時にはすでに道頓堀周辺には、心斎橋周辺にはケンタッキーフライドチキンの店がなくなってるんですね。で、多分甲子園店かどっかに奉納されたのかな。今どこ行きはったのか分かりません。だからそれもね、あのカーネル・サンダースさんの呪いって言われてます。あの、道頓、あの、なんていうんですか、あの道頓堀界隈とか、まあ、難波周辺にね、ケンタッキーフライドチキンがないという、フライドチキンがないという、アキロケーステーションの近所で言うたら、大阪京橋ケハモールの中にはケンタッキーフライドチキンありますからね、はい、そこに行けば、召し上がることができるんですが、大阪難波に心斎橋でいると意外とケンタッキーがないっていうね、どこ行ったらあんねやろ、大阪周辺やったら、大阪周辺って谷町9丁目だったかな、まで行かないんだよ、上本町だったかな、ケンタッキーフライドチキン ね、うん、ね、まあ、僕もねスヌーピーのお皿とかもらってますからね、あれケンタッキーフライドチキンなんですよ、はい、裏見たら KFC って書いてありますからね、当時ね、さあということで、余談ですが、先日のアッコにお任せの、ランキング、ニュースのランキングをオープニングしましてね、うんうん、そこで出てきた人がね、牧原さん、牧原紀之さん、ランキング10位以内のランキング出てきた人がね、鈴木杏樹さん、うん、石田ゆり子さん、うん、ね、これ宝くじのビッグメガの今コマーシャルやってるんですけどね、誰がですか、石田ゆり子さん、石田ゆり子さんね、はい、ビッグなメガ言うて、西川きよしさんがビッグメガの宝くじのコマーシャルをビッグなメガ言うて、西川きよしさんがね、うん、ビッグなメガ言うてね、うん、ね、シャレでやってはるんですけど、これ全員共通してるのは、まみちゃんには言いましたが、全員50歳やったってね、同じニュースランキングに50歳の人が3人4人とこう、ドーンって出てきてね、何があったんだろうってね、半世紀ね、いけはると、なんかいろいろね、今後の半世紀をどうするのかっていう節目に、なんか、あるのか、ある意味そこの年齢の人たちって知名度あるからニュースに取り上げられやすいんだよね、きっとね、うんうん、あのまあ大体の人が知ってるやん、ポットででもないしね、だからまあまあそういう意味でもコマーシャル的にも知名度的にもニュースには取り上げられやすい年齢なんだろうと思いますわ、はい、ということで今日は砂糖の日、ミントの日、サボテンの日、砂糖の日、ミントの日、松田聖子さんお誕生日、また杉浦太陽くんも誕生日でした、はい、3月10日ね、はい、10日なので ね、いろいろありましたね、はい、いろんな日がありました、ね、よかったらあなたもケンタッキーフライドチキン行ってみてください、はい、そっちですか、はい、それでは僕たちはあそこ行きます、はい、それではまたお会いしましょう、 See you next time。One is going out to all the musicians, songwriters, singers, and DJs. Put some positive message to the music now. Too much negative message on the music. Come on, put some positive message to the music, yo. Too much negative message on the music.Not the music.